連続で入る。どうなんだろう、本当に強い人来るとブレイクしちゃうのかな、これ。あ、終わった、死んだ、絶対死ぬこれ。立ち回りも結構火力側もすごい気にしないと強いよな。あ、うん、もっと一枚のがいいかもしれない。あ、確かに、それちょっと思った。あの、小春、うんうん、あかんわ。そうだね、小春は何か、あの、ローンで超近づいてくる、ね、ちょっとリスキーだね、小春は。うん、アルファ、ヒーラは表今度裏レイフィニッシュ。あ、やばい、増員来た、増員来た、増員来た、頼むわ。麻痺うぜえ、見えそれだ。ヒッタケーブルの床、あれ呼び死んだよね、あれ、うん、倒した、飛んでる瞬間当たってんのか。どけたって、あの、小春の方を撃つの危険かもしれない。小春は危険だね。そうそう、あの、モッドじゃなくて、ボーコリオガの方。ああ。長い。ああ、長いやつもダメなのか。近づいて長く撃つと、なんか。長いってこと長くないけど、まあ、でも長い。また増援。マジかよ。ちょっと待って、ちょっと待って、準備できてない。やべえ、トスミズの、あれ来た。やばい。え、これ7分ってほんと、カオス消滅戦みたいかな。え、なんで死んだ死んだ。え、待って、死んだ。え、今、ブレイクしてた。危ない危ない危ない。あ、ブレイク。俺生きてるわ。あー、蘇生してるわ、じゃあ。いで、あ、やべ、これもし、もしかしてさ、これサブタンクさ、単体攻撃でさ、ボスのさ、真横でヘイト取った方がいい感じ、これ。全体攻撃で巻き込んでさ。ちょっと待って、ブレイク怖いんですけど。それか、これサブタンクじゃなくて、一人だけで受け持って倒す。あ、きついか、それ。あ、死ぬ。いや、これ絶対無理。逃げろ、逃げろ。逃げろ。まあ、逆にブレイク開始か。これブレイクしないと無理よ。ブレイクできるスキルってどれくらいなんだろう、ちょっと見るけど。それな？いや、あの、レイピアの、8リングじゃない？ 8 リング発砲崩し入れて。8リング？え、きつ。アルファ。あ、わかった。マジかよ。どうへ？どうへ？これ、レイピアと弓ってどっちがいいの？何が？死んだ。火力。わかんない。レイピアわかんないけど。多分弓黒羽がいいんじゃない？だって国民力だからダメ。弓は、まあ、300ぐらいは出てる。トキ500出てるとか言ってたけど、どうやってんのって思った。トキさん、あー。これはあの、攻撃が来ないタイミング見計らって小春打った方がいいかな。そのボスの長い攻撃が来る瞬間に打ち始まるみたいな。慎重に打ってる。慎重に打つしかないよ。あ、出た、突入ブレイク。マジで？これ突入ブレイクの、あ、死んだ死んだ、ごめん。死んだ死んだ。これモブは突入ブレイクの外まで持ってった方がいいかな。まあそうだな、開けるな。で、誰か起こしてくれ。いや、しんど。もうたまになんかちょこっとだけやるくらいで、もう一回、なんか、5、6回倒すくらいでもう、お腹いっぱいだ。そうすると落ちたらガチでやるかみたいな感じで。あの、85層よりも、ノラパテ出すの怖いわ。うん。うん。思った。無理でしょ。もうなんかまったりみたいな、お遊びでなんか時間かかってもいいからやろうみたいな感じで、募集するしかないかな、うん、マジでなんか毎度毎度ノロパテ組んで、うん、そのなんか作戦立ててから行かないときついかも。うん、いや、ノラパじゃきついよな、だって連休できないもん。アルファ CPP を上げれば完全に入って感じやるね。あと俺が死にまくってんのがごめんそうそう早くな、なんと。あ、死にまくるとさごめんってなるよね。これはもう火力ない方が俺は申し訳なくなるな。俺はまだ、とつみずあるだけ、マシなのかな。あ、でも、1200万とか出てんなら十分じゃない？あ、まあ、そうだね。220万は出てるわ、俺ね。ああ、十分だと思う。じゃあ、それなり。
うん、それなりっていうかだいぶ強い人の方になると思うけど。トキ500万出してどうやったんだろうね。刻印なんかやってんの、ね、ああ、乗ってってことかな。ああ、楽印これこんな長期戦、こんな長期戦だったら楽印の方がいいんじゃない。あ、確かに。筋力増強とかさ。ああ、あ、間違った。ああ、楽印とスタケズか。あ、タンクが楽印持ってれば理想やな。あとは、あの、あれだよ、アクアパイルバフ最近出たじゃん、オーダーで。あれ使わないと長期戦だから、きついかもしれない。多分、アクアパイルバフないと、多分、ダメージがなかなか出ないんじゃないかな。多分ね、新しいスキル出してくるあたり、多分そうだ。消防勇気。消防勇気あるといいな、これ。あ、そろそろモブ来る。嘘。嘘、嘘だろ。嘘だろ。これは一体しか受け持てない。え、もうモブ来た？え ?50% です。え、次行った方がいい。え、モブいる？俺、今メイン使ってるから。あ、そいつが1体目？そう、1体目、これ。あれ、それいつ来たっけ ?50% やったよね。うん、いや、50% より前に来るよ。あれ？あの、俺が、毎回モブ行ってたんだけど、あ、そうだそうだ、50% と 75% か。もういいや、と思って、行かなくて、うん、50% じゃなかったわ。全然倒せなかった。75% だったわ。やばい、来た。来た。これが 75% です。来た。ちょっとブレイクの外までちょっと逃がすわ、こいつ。マジでタンク麻痺耐性充実してないとできない。麻痺って多分、マックスでも80です。マジか。え？あの、あ、え？ 100% じゃないっけ？あ、100ね。あれ、勇気と、あの、何、スピリットのやつで合計。できる人はできるってこと？俺、麻痺 100% できるよ。あと、指輪の 10% と。俺、あ、110%。お、これ、混ぜくんのか。ちょ、待って、これ逃げんと。俺死ぬからな。あ、死んじゃった。範囲外まで逃がしたはずだ。7分22。今日は7分。どうしてなるか分かんない。もうなんかカオス倒滅戦。栗は、ブレイクした後出るかもしれない。あの、栗耐性 300% だから、作詞込みで、あの、ブレイクしたらだよ。ブレイクきついけど、ブレイクしたら、ブレイクしないと多分栗耐性バフあるから、あるよね、多分。あれじゃん。じゃあ、その作詞と、豆腐のシリカと、肉切りと、そうね、で、肉めないコパル入れて、500%、あ、違う。それか、まあ、あの、初対友情を使うかってところ。ああ、初対友情きつくねえか。あ、でも15秒だけ、スイッチだけにクリック乗せる。そうだね、そうそうそう。そういうことだね。そうなるね。多分15秒だと、ね、ギリギリだよね。うん、うん。一回だけクリティカル入れた。やっぱ肉切り打った方がいい感じ。肉切りどうだろう。スタケズで優先したいよね、SP 管理的には。うん、300と商談と作詞合いで。あれだね。これ、モグ狩りの時点で何分だ。モグ狩りの時点でもう2分ぐらいやってんな。モグ勝てるかな。いや、5分か。やべ、タンクもむずいし、火力もむずいし。造園側はね、クリティカル簡単に出るんだけどね。ブレイク重視で言ったら、もうちょいで7分削れるよ。7分切れるよ。もうちょいで。今ね、俺があんまりね、さっきよりは知らなかったっていう。それでも3回ぐらい死んだけど。これどうなんだろう、これさ、サブタンクはいるのかな、これ。いやー、わかんない。もうずっともう、一人でわちゃわちゃサブ、あの、取り巻きを相手してればいいのか、誰かがしてる。でも、一人で倒してきたから、ボスの、なんかボスのフォーカスとかも避けながらやることになるから、かなり離れてやった方がいいと思うけど、一人で受け持つなら。うん。麻痺耐性 100% でバリトンアタッカーで、先生維持あると。まあ、そうなんだろうけど、あの、火事場やってるから、俺はできないんだよね、それが。ああ、そっか。火事場だと、さばけないんだ。そっか。何か。サブタンクいた方がいいってことかですね。火事場だとね。あ、ちょっと。再建だと一人で受け持ってるみたいな。いや、あの、モブを、ソロで倒すって言うんだったら、
別にレイピア持ってやればいいじゃん。うんうんうん。そろそろモグが湧くかどうか気にする。いや、ちょ、待って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 。いった。先生位置入れました。先生位置入れた？弓だけで入れました。50% ぐらい、50% ちょい下ぐらいでいるのがもはやちょうどいいかもしれない。でも覚醒した時ちょっとだるいな。あれ？あ、受け持ってんのか。今受けと。俺そっち行った方がいい？いや、どうだろう。いける？まあいい。もし一回、2匹試してみたら。あ、まあ、うん。そうだね。うん、じゃあ俺メインしかやんねえわ。うん、それでいいと思う。みんなメインでいいと思う。うん。まあ多分、フォーカスとか厳しいけど、まあやってみよう。うん。うん、まあみんないいよ。シュシュさんも、あ、でもどうだろう。あ、まあいいや。シュシュさんもメイン行っていいよ。俺受け持ってたら。はい、ありがとう。アップ33番。まあ頑張るよ、一人で。俺はソロで頑張るんだ。俺はソロで頑張るぜ。言っておくが俺はソロだ。言っておくが俺はソロだ。こいつは77スタック。言っておくが俺はソロのタンクだ。ソロのタンクってなんだ。ソロのタンクってなんだ。好きね。言っておくが俺はソロのタンクだ。謎。謎ワード。言っておくが俺はソロのタンクだ。1日2日レッドになるなんて、オレンジになるなんて、どうってことないぜ。ソロのタンクだから殺人ギルド来て僕死なないから。いくらでも持てるぜ。やれ。あ、いや、いける。よかった。あー、これは食らうけど、先生維持のおかげで大丈夫だ。あ、先生維持入れた方がいいわ。なんやかんや。あ、俺全然耐えられるわ、これ。マジ？じゃあもう入れます、ね、一人でこれ。一人でなんかやってるよ。俺このモブに確定使うかも、これ。あ、いいんじゃない。あれ、ヘイトそんな？よこせよこせ。まずいまずい。この子犬たちをしつけてるわ、俺は。あれ？ヘイトが帰ってこない。あ、帰ってきた。子犬たちのしつけ、楽しいなぁ。え、また飛んだ。あ、これいけるぜ。これ2匹まででしょ、電話。あ、余裕、うん、余裕、余裕だわ。余裕。50枚入んちゃう。まぁ、回復かかってるけど、これは俺が序盤で覚醒使う自信だから。あ、じゃあ、これもう全部受け持つわ、俺。みんなで殴りに行った方が早い気がする。これあれじゃない、バリトンアタッカーで言ってもいいかもしんないな。おじいそれ楽しいかも。楽しい。これあれ、6人パテじゃなくてさ、5人と。5人と1人雑用係じゃん。いや、いや、面白いからいいんじゃね。いや、めっちゃ役に立ってんじゃん。ああ、やっぱ役に立てるって気持ちいいな。いや、でも何を感じなくなってくるよ。でっかい。これ、子犬。2匹のワンちゃん。俺、ちょっと、あれだわ。ポケモンブリーダーなんで。ポケモンしつけるな。ちょっとテイム機能が実装されたようなね。ああ、おもろいよ、マジで。ちょっと俺ポケモンマスターになるわ。これもう動画にしようかな、切り取って。よし、ストップ。かわいそう。全然ボス戦のこの楽しさが楽しめてない。
一人。だって、ね、あの、6銀パテじゃないもん。5銀と1人だもん。1人入りすぎだよ。仲間外れ。うめえよ、こんなコンセプトで。確かに。コンセプトなのか、これ。そういうコンセプトで。あの、よくあれでしょ。イルランでさ、13人とかでさ、2パテと1人みたいな。だからもうさ、さすがにここまで来たらもうレイドとか組めるようにしてもいいと思うけどな。あぶれたやつ。ね。ギルラみたいにさ、もう人数。本当だよ。本当それ。じゃあなんか前のさ、あの、ザコが湧くメディスあったじゃん。あんな感じになっちゃうんだ。ああ、いいじゃん。本当だよ。だってそう、100層でやってほしかった。もう。ね。はい。ワンちゃんの。ワンちゃんのしつけが始まります。いい。ワンちゃんこっちですよ。いやー、ペットを飼うのって、ペットを痛めつけてるけど、槍で、槍でグザグザにしてるけど、ペットを痛めつけるやつ、ゲームのこと。あれ、ちょっと攻撃食らいたかったんだけどな。食らいたかった。むずいな。先生いじれると今度はちょっと回復しすぎちゃう。うん。なるほど。これさ、一人で受けますんだったら、これ、タゲスキル使わないで、2体、もし、倒しきれなかったら、2体目を、2体目も一緒に受け持てばいいって。もういいか、学生しよう。いや、裏セットにタゲスキル積んで、その表セットで火力でさ、なんかその、APとかで、そいつを、倒せたら倒せていいんだよ。で、倒したらこっちに戻るみたいな。ちょっと、犬たちが可愛いので、そしてこっちは、ばったりできるな。あんま疲れないので、楽だわ。あスタック削るのしんど。73? いつの間にか。これ犬たちのしつけ楽しいな。スタック削り終わる前に死ぬっていうね。ね。あら。意味ないから、あんまりスタック削り。あれ、タイム早くなったで、5分台じゃないマジ。そうだね。5分。もちろん。ちょ、一言言っていい？俺一回も知らなかった。おぉ。すごい。これ、犬をしつけるゲームだわ、これ。うん。なんか俺、犬消せや。消せしろわ。ちょっと一度も倒れずに、何が楽しいんだ、雨に始めたんだけど。よかった。初めて。多分犬頃に気なんか気を取られる必要取られなかったからかな、うん、少し余裕ができたんだな、ここうん、スタックもっと一瞬で削りたいね。なるほどね。なんかこの戦法がテンプレ化しそうじゃない？もうなんか楽じゃん。どうなんだろう。まあ楽ではあるよね。うん、うん、あれこれ考えんで済むならそうだね。安定周回というか、うん、これで5分なら十分でしょ。まあ確かに確かに確かに、もう5分ならね、いいよね。うん。うん。まあ、まあまああるかなっていうぐらいで。うん。少し落ち着いて。ね、ヤサとかでも遅いパテは8分とかあるね。だからこの2匹同時に受け持ってるかどうか。ちょっと先生位置さ、回復しすぎだったから、うん。冷え人間変えてみようかな。あー、はい。あ、でも、75% まで回復入るんだよね。いや、でも、そんな回復しねえか。それか、なんか、ヒーリング、あ、3、ん？ 4 だっけ？なんか、アドバンストルーパーの、リーファー。あのね、俺、センス2でね、アドバンストルーパー4のやつ持ってんのよ。覚醒じゃないけど。うん、ただ、絶妙に回復しすぎだったから、うん、センス2ほど回復量が多くない、ヒーリングがいいかなって。うん、覚醒だし。なんか、程よく HP 残すのが、うんそうそう。なるほど。ただ、前線維持は 50% で止まってくれたけど、禁煙維は 75% まで止まんないから、うん、あの、定期的に槍を切ったら良くないっていう。弓がいいのか、槍がいいのか、最近がいいのか。なんか全体だから槍とかもありちゃありな気がするな。で、バーストでブレーキ取って、みたいな。純粋な火力だったら、あの、
弓が一番いいだろうなとは思うけど、やっぱ、うんうん、純粋に。そうだね、まあ、最初だけ弓でやってみたいなでもいいかもしれない。あ、待った、飛燕ゆり、うん、で、すぐ回復しちゃうんだった、やべ、うん、あ、7番まで、やっぱ精神したな。なるほど、なんかダメージ出ないなと思ったらそういうことか。まず検証なのにこうやって回ってるだけですごいと思う、マジで。最初検証だと思ってたから。勝てるかどうかも怪しかったけど。そう、最初はね、あ、ゾーンどこ？なんとか。やばいやばい。行ってるかどうかっていう話だったから来たよ。犬しつけてくれ。よし。あ、殺され、あ、死んだ。ワンコが、ワンコがどっか行った。俺が最初に行った方がいい？これ、あ、行った方がいい。目だ。ワンコ見たり、見てるけど、ちょっと怖いんだけど。ちょっとワンコしつけるわ。よろしく。えい、みんないいよ、行って。ワンコしつけとくわ。あ、え、嘘嘘、え、ちょっと嫌がった、バーストバースト、ああ、待って、これ無理だわ、俺はいける、バースト欲しいなこれ。あの、今場所が悪かったのか前半いすぎて逃げればしなかった。森が見せしんでるか、まずいまずいまずい、ほんとだ、ここよし、いいでしょ、え、待って待って、待って待って待って、ボスを一回話すわ。こっち来い。おい、でかいね。消化水。もうちょっとこっち来い。どうしよう。はい、よけられる。それは聞いてない。上、死んだ。これどうすればいいんだ、こっちか。ミスるとこんなかかるんだ。ミスるだけでこんなに。ブレイク。ブレイク消してくれ。アルファ、Cブレイクは全力で逃げる。もうそうするしかないのね、今のところ。まあ、だんだん多分、方法が確立してくるんじゃない、そのうち。うん。そのうち3分が当たり前とか2分が当たり前とか、やつ使って。ああ、なるほど。やばい、モブ来た。全然わからん。うわー、覚醒したタイミングでスタッカーが来た。え、待って、モブ来た。ちょっと待って、モブ。うん、俺のマズナリに。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。待って。あ、動けない。え、何？バグった、バグった。あ、ちょっと。あ、でも普通に知らなそう、俺。一回ちょっと申し訳、ヘイト取らずにさ、これ。え？カリプラス。いやいやいや。え？え？あ、当たった。え？一回そっちのジャブやってみろ。え、あ、やってみる？うん。あ、死んだ。え、まあいいや、覚醒使い切ったし。大丈夫？覚醒使っていいかマジでわかんねえ。あれ、これいけるくね？え、でもそれ1匹だからでしょ。2匹来たらやばいよ。あ、2匹来たら確かにやばいかも。あ、でもなんかちょっとだけ猶予ある。え、つまりあの、あれでしょ、モブを1匹だけ倒させて、あとは1人。出てくる感じか。お、早くない？ちょ、ログインボーナス来たって。うずうず。はい。5分5時です。ああ、なかなか。もうこれくらいならギリやるかな。でも、じゃあみんなね、お疲れ様。見に来てくれて。お疲れ様。はい。じゃあ、お疲れ様です。配信終わります。じゃあ、はい、またね。